顔を上げることから始めよう。新しい日本始まる。聞くだけでみんな助かる。黄色い蝶々が飛んでる。それを今も追いかけてる。曖昧な態度ばっかりするから曖昧身に支配されてる。大概にしないと会いたい人にも会えない。不安にさらされてる。諦めることに慣れてる。国ビビらせたらちょろいと思われてる。連帯感大切でも逆切れされ捨て台詞も吐かれてる。会員の憎みも噛まれてるのにそれネックレスや言われてる。 UIC 言った通りなってる。隣はもうガスマスクをはめてる。ラッパーはラップしろ、政治家は政治しろ、身の回り整理しろ、誠意も見せれず整備不良。お前が言うなって顔してこっち見てるけど、お前だけには言われたくないって思ってる。同じ人間笑って死んでいけたらいいね、それでいいね。誤解と勘違いを解く時間ほど無駄な時間はない。判断力を身につけろ、みんなやってることが正義じゃない。貧乏人と貧乏人殺し合ってるのが現実。ただの死亡事故、自業自得思いながら悲劇を演出。チェキ、都会では個性殺してまで求められる協調性。その条件無理って言ってもフォアグラ状態どうしようもねえ。もう観念して往生せえ、責任は誰晴れる校長戦。校長先生言ってたことすいません、守れません。恨みがねえのに争う、なぜ誰の差し金かさじ加減。国に誇り持つ前に怒りが先、安心して暮らせません。ファク、新しい日本始まる。聞くだけでみんな助かる。黄色い蝶々が飛んでる。それを今も追いかけてる。みんなも想像してみる。このまま世界の言いなり。日本がアジアのリーダーシップ。いつか美しい国って言いたい。100円ちょうだい。なんてだって一番めんどくさいのは人間関係。自由や平和になるためにたくさんの人死んでんだって、知ってんだって、気づいてんだって。みんなこのままじゃ危険だって。今のラブ&ピースは刷り込まれたプロパガンダ見せかけ。リスン、一打ち二鷹三ナスビ、内口ラララファンタスティックな。アイリン地区でも飲むジャスミン。プーチン、グチギャン、江沢民。目には目を、歯には歯を、暴力じゃなくて声張り上げろ。春はあけぼのヨーヨー、日本から世界の先がけぼ。